こんにちは、わらだみつえの1分間クッキングのコーナーです。今日はシイラのお刺身の綺麗なのを見つけたので、クリーム煮にしてみました。お野菜も入ってますよ。それからお店の突き出しにするひじきの煮物です。こんにゃくもいっぱい入ってます。それから糸よりが綺麗だったので鬼漬けにしてみました。こちらもお店でサービスいたします。ひじきなどのね、常備菜はお家分と一緒に作って、こちらはお家の分、こちらはお店の分、分けて持っていきます。では皆さん、またねー。